はい、日本一のバイク用品レビュアーをですね、目指して37年、ホワイトベースの二宮翔平でございます。はじめまして。はい。はじめましての方ははじめまして。まあ、はじめましてじゃない人ばっかりが多いんですけども、今日僕が紹介したいおもちゃはこれです。はい。これ。ゴーグル。ただのゴーグル。かなと思うんですけども、これ、ただのゴーグルちゃうで。とかね、偽関西弁みたいなので言うとですね、混乱されると思うんですけども、これ中にですねこうメガネが入ってるんですよ。これ分かります？見えます？ピント合うかな、ね、これ裏側にも分かると思うんですけども、これねイタリアのゴーグルです。マンモーニじゃないナンニーニっていうですねゴーグルなんですけども、これがですねもういいんですよ。はい、もうだからお前はマンモーニって言われるんだって言われそうですけど、これまあイタリア製なんでもうイタリアンな感じですよね、兄貴ね。こうやってこうかぶる、まあヘルメット、ジェットヘルメットとかでアメリカの乗ってる人ってこういうスタイルするじゃないですか。僕もこういうスタイル好きなんですけど、ミリタリー好きなんで、こういうグッズはすごく好きなんですね。だからまあ普通にこう、まあ、普段からねゴーグルかけるっていうのもなかなかハードルが高いけど、うちでやってるような MA1 とかですね N3B とかを着てですね、こういうふうにこれをかけてですね、で普通にこうジャケットをこう着るとですね、なんかなんとなく普通になんかね空港とかにでこう棒とか振ってそうな感じですよね。そんな普通にこうなりませんか？普通だと思いませんか？これ普通ではないか。で車運転したりするときにこうやってこう運転するっていう、オープンカーこれで運転したらかっこよくないですか？ね、バイクだけじゃなくね、普段の生活、普段の暮らしからロックを取り入れてるんですよ。そんなね、私から言わせてみればいいものもある、悪いものもある。だからそう。まあいや、それいいとして分かってくる人いないだろうな。まあ、これがとにかくかっこいいんですよ。はい、これ。はい。これは素晴らしいです。お気に入りです。これを最近僕買った、手に入れたんですけども、これを手に入れたがためにヘルメットを買おう。いや、ヘルメットありきでこれを手に入れたんだけど、ヘルメット、これを買ったからヘルメットを買おうっていう形で今探してたらあんまないんですよね。で僕が好みのそのヘルメットっていうのはここ耳がちょっと膨らんでるタイプ、パイロットヘルメット好きなんですけども、耳が膨らんでるタイプのものなんですけども、それ探したらねディーゼルのしかないんですよ。デイトナーもねちょっと出してたんですけど M フリーしかなくて、 M だとね頭の直径57、8センチで僕の頭でかすぎるから入らないというので、まあ、ヘルメット探しもまあ楽しいは楽しいんですけども、昔はこういうゴーグルでなんか半ヘルに耳たれついてるやつで使ってたんですけどもね、お金なかったからそれ安かったからね上野で買いましたけども、はい、まあこれをまあいつもお世話になっているグラサーカスさんでこう胴入れてもらったんですけども、はい、非常に、まあ、こういうタイプのゴーグルだとメガネ入れられないじゃないですか。でそれでもこう入れられる。でしかもこれメガネ外せますからね、全部分解して、清掃ができます、はい、というものです。これはね、これはいいものだ。これはいいものですよ。グレートフルデッドというわけで皆さんにおすすめをいたします。まあ、ご希望を興味がある方はですね、グラスアーカーさんリンク貼っときますので、ご自由に問い合わせてみてください。ホワイトベースの動画を見たといえばですね、伝わりやすいかと思います。ナンニーニのゴーグルですね。マンモーニのゴーグルじゃないですよ。はい、というわけでホワイトベースの二宮翔平でした。これちょいちょい動画に登場しますんで、はい、楽しみにしててください。ありがとうございます。